ビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はいさい、2018年7月6日、はい、七夕目前、目前第143回目を迎えました。リューティーの FM 気のワンデーラジオ、その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その1です。はい、始まりましたね。はい、始まりました。なんか南さんちょっと揺れてるような感じがするんですけど。あ、見えます？揺れてるように見えます？なんかフラフラして酔っ払ってるんですかね、これが。そう、あのね、私もね、うんうん、そう思ってた。なんか揺れてる感じがするんですけど、これは気のせい、うん、これはね、気のせいじゃないね。あ、どういうことですか？何がそうさせているんですか？なんか聞き出そうとしてるけど。そう、私ね、うん、クルーズ船で歌うお仕事でちょっと小笠原諸島に行ってきたんですよ。小笠原諸島。そう、もう1日に船乗って、うんうん、3日に小笠原に着いて、うん、もうその日滞在時間6時間ぐらいかな。でまたすぐ船乗って、で名古屋港に戻るっていうのが、ほぼ船乗ってたからだはずね。まだ揺れてる。船で行ったから。え、この船に滞在のこのトータル時間数はどのぐらいになるんですか？うん、はぁ、どのぐらいなの？待ってよ。船上は、え、もうさ、絶対丸3日は乗ってるわけ。丸々3日船に乗るの？うん。うわ、それ以上かな。3日は絶対乗ってる。うわ、きつい、きつい。行きも帰りも1日は過ごしてるから絶対。あ、そっか。うん。うわ、もうじゃああれですね、戦場ミュージシャンですね。喋り方、かっこいい。喋り方もっとゆっくりにした方がいいんじゃないですか？あ、ゆっくりにしましょうが、うん、波に乗った感じで。いやなんかちょっと違うな、イメージ。あ、違う、イメージ。戦場カメラマンとちょっとかぶせたんだけど違って届いてなかったです。あ、どんなだったか、どんなだったっけ、あの人。思い出せないんで来週ゲストに迎えましょうかね。呼べるの？呼んじゃおう。じゃあ相当揺れてるんですよ、本当に。すごいですね。いや、そんなに船に乗ってたらそうですよ。そう、なんか軸がおかしくなっちゃうんだろうね。え、この船は何をしてたんですか？船の中でもうクルーズ船なんで何でもあるんですよ、うんうんうん、もう湯船とかも、あ、なんていうの、大きい風呂場、何大浴場、そう、大浴場もあるし、プールもあるし、ジムもあるし、で、なんかあのこのなんて言うんだろう、ステージ、大きいステージがあるホールと、うんうん、ダンスホールみたいなホールとか2カ所歌うとこもあって。ほう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 。なんだろう、南さんが歌ってたのはどこですか？うん、あの、私これ去年も船乗らせてもらって、この同じ船に、うんうん、去年は大ホールで、今年はちょっとダンスホール的なところ、またちょっと違うホールで歌わせてもらったんですけど。じゃああれか、安室奈美恵さんの曲とか。あ、そうですね、スピードとか、うんうんうん、あとは何ですか、ブリトニー・スピアーズとか。かっこいい。そういう系を歌ったっ。残念ながら普通にいつもの感じで沖縄な感じで。ダンス関係なかったんだ。うん、関係ない。あ、そうなんだ。すごく関係なかった、うん、あ、いいですね。沖縄ダンスは教えてきましたけどね、カチャーシーね、うちなーの、そう、うちなーのダンスね。うん、でも船が揺れてるからさ、皆さん足がさ、おぼつかなくて、からあの座りたくないのに座ってしまう人とかさ、なんかあの、え、そんなに揺れてるの？踊りながらおっとって座る人もいらっしゃって、あい、大丈夫とか言いながら。そんなに揺れてるんですか？そう、私もさ、マイクが私から逃げないように必死に食らいついて歌ったりして。あー、きつい。そう、しかも歌った場所が先端、この船の先端、一番揺れる場所だったわけ。だからもう歌いながらもこうマイクが逃げないように必死よね。ああ、そうなんですね。そうそうそう。これ自分一生できない仕事だな。そうね、ちょうどね、このフェイスブックの下、ノリノリさんがリューティーでもやってよって言って、ああ、ヒガちゃんがね、ちょっとヒガちゃんが酔うから無理だと思いますね。ノリノリさん、これはね、これはもう本当に大問題でしてね。そうそうそう。もし自分がやるんだったら、うん、酔い止めドリンクを、うん、
点滴しながらだねいつもみたいにあのテンションの高いギターは弾けないね、うん、弾けないですねもうなんか点滴されてるおじいちゃん風でよければはい、そんな帰ってきたばかりの南さんと、はい、はい、お伝えしたいて、うん、お伝えしたいて、したいて船に寄ってんの自分がね、寄ってるヒガちゃんが自分がねあ、まずこのですね、うん、まあ今から2時間喋りますけれども、はい、あ、船から帰ってきた、小笠原から帰ってきたっていうこの人は誰なんだと、うん、あ、誰なんだと、今喋ってるのは誰なんだと、うん、誰なんだと、まあごく少数ではあるとは思いますが、うん、まだいると思いますので一応念のために我々の紹介をよろしくお願いします、はい、じゃあ言いますよ。沖縄に来たら会いたいミュージシャンナンバーワン、私たちはギターと三振の音楽ユニットです。グループの名前は琉球テイストを省略してリューティーと申します。普段は CM ソング作ったり生演奏したりと音楽に関わる仕事をしております。パーソナリティはリューティーのギター担当の比嘉聡、そして歌者三振担当二代目てるきなたきみに一番乗り。ハスキーボイスは風じゃないよ、海風のせいだよ。まだ揺れてるよ船酔いのせい、船酔いのせいだね上から呼んでも下から呼んでも南です。2時間お付き合いよろしくお願いしますいつも通りの南さんでしたね。あ、でしたね、はい、今日の天気はですね、うん、ちょっと沖縄は最近ずっと雨だったんですが、そうらしいね。そうそう、ずっと雨続きだったんですよ、うん、今日やっと晴れましてね。明日の七夕のイベントもこれで大丈夫なんじゃないかなと。もう晴れていくよ、大丈夫よ、ね、うん、あ、そうですね、うん、はい、そんな感じで宜野湾市上空は晴れております。はい、では番組を早速進めていきましょう。はい、この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、そしていいことはみんなで喜び、明日を快適にしますという番組です。はい、ラジオに参加する方法は3つ、メール、ツイキャス、ファックス、 FM ギノワンで検索してみてください、うん、ユーストリームやサイマルラジオ、そしてリスラジでも配信中ですので、全国から、いやいや全国から、いやいやいや全世界から参加できます。はい、それでは10時台皆様へ募集しているコーナーを発表してくだっいや、テンション上がってるよお願いしますはい、10時台募集しているコーナーを発表します。1、ふくらしゃらしゃい。今週の嬉しいこと1秒でお伝えするの。これはさ、これはあれですよね皆さんが返ってきた文章を自分が1秒で読まないといけない。読まないといけない、相当早口だね。自分次第だよねこれね。そうだね、まあ、読むの担当ひがちゃんだからお願いします。短めでお願いします皆さん、1秒で読まないといけない間違えた、1行ね1行で募集しております1秒揺れてるからさ、なんてったって揺れてるから、うん、いや関係ないねこれはね、これは関係ないね2、メールボックス。今日のテーマは我が家のちょっと変なルール。これは、うん、皆様ね、うん、あのお家のなんか変なルール、これもしかして、え、よそのお家ではこんなことないかもとか、はいはいはい、ちょっとうちだけもうちょっとよそとは違うのは分かってるんだけど、うんうんうん、これ言わないともう子供たちが言うこと聞かないからとか、あ、なるほどね、なんかそういうなんか変な、うん、おかしなルールありそうだね、なんかね、特に南さん子供ね、うん、2人もいるから、うん、なんかそういうのあるんじゃないかなと思ったりして。あ、待ってよ、自分で普通だと思ってるから。あ、そっかそっかそっか、変なのかな、分からんさそうだよね、そうなのよ、自分では分からないのか。そうなのよ。なるほど。え、じゃあ例えばですよ、うん、あの自分県外にね、東京に行った時に初めてびっくりしたことがあって、うん、これ今までさ、うん、小さい頃からよ、うんうん、実家でシチューって
ご飯の上にシチューかけてるのが普通だったんですよ。そう、私たちもね。だけど、うん、東京に行った時にさ、シチューはご飯では食べないよって超言われたんですよ。スープのようなもんだよっていう。そう、パンをつけたりするもんだよ。え、うん、カレーみたいにご飯にかけるもんでしょっていう。そう、あれ沖縄の人がってよね。ね、だからそれも県外の人からしたら、うん、まあ、沖縄の変なルールだよねそうだね、ね、そういう感じ。あ、そうか、気づかないのがあるのか。そうなんだよ。なるほどね。自分でもね、うん、この県外に出てそのシチューの話聞いた時に初めてパンで食べたんですよ、うん、パンの方が美味しい嘘どっちも美味しいけど、やっぱご飯にかけたいな。いや、いや、パンだよ。パンの方が美味しい。本当？おかしいよ、みんなみんなおかしいよ。あ、これ沖縄の人に言ってんの？沖縄の人にみんなに言ってんの？パンだよシチューはパンさで、こんな系ね、こんな系ね、うん、何でもいいですよ、うん、もうトイレはお父さんからしか入ったらダメとかね。うわ、きついねそんなん大変だね。何でもいいですよお父さんが一番臭かったですとか。いやお昼前はい、そんな感じです。うん、そんな感じで皆さんのね、家族のちょっと変なルールを募集しております。なんだった？あ、3だ。3、うっさうっさバースね。今週誕生日のあなた、そして大切な方へお祝いメッセージお待ちしております。以上、この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思いますので、恥かさしないでご参加してくださいね。あの、すいません、北海道トランスさんがね、何何、おはようございます、うん、え、1秒聞いてた聞き逃さんかったの、トランチュさん、そこは 1秒じゃなくて1行でお願いしてです。1行なんだけど1秒つっちゃったから自分のなんかあの技術にかかってきちゃうんです、そこはダダダダって終わったよねそうですよね懸命にコーナー名、そして本文にはリューティーネームを必ず書いて、うん、メールやファックスを送ってください、はい、メールは簡単です。FM ギノワンのホームページより番組表をクリックしていただきますと、リューティーの枠からポチッとすぐメールが送れるようになっております。なってますよ。そしてファックスでも受け付けておりますよ。はい、ファックス番号098-943-0094、おくやくしみおおくしでお待ちしておりますはい、安定してきました。安定のおくやくしみです。おくやくしみですねいや、あの、大事なやつ、あ、大丈夫、大事なやつでもお願いしますね、はい、安定の安定のね、はい、安定の、はいでは行きたいと思います。この番組は愛媛から青函職人の村上工業、菊江おばあから続く手作り味噌、味噌シフォンケーキも最高、畑の中の小さなお店、菊味噌加工所夢工房の提供でお送りします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサーマッチョイビンドー、あの、今ね、うん、これ南さんの言う前に BGM をパッて切るんですよ、うんうん、その瞬間にセミの声がすごいうるさくて、そうそうミミミミミンって、私もえ、と思って夏だね、ここにいると思って、夏だね、夏ですね、ほんとセミが大騒ぎです大騒ぎです。じゃあちょっとなんか賑やかな曲、南さんお願いします。いいですか。では本日の1曲目はリューティーの曲で愛のヒーローです。どうぞ。ねえ、聞いて。
けたわ。では愛のヒーローという曲に乗せて今週届いた嬉しい出来事を皆様でシェアしていきましょう。沖縄の言葉ふくらしゃとは嬉しいという意味。あなたに起きた嬉しい出来事を一行で送ってください。では今週のふくらしゃらっしゃい。大丈夫ですか？1秒じゃなくてもいいですか？うん、めっちゃ強調しました今。1行で1行で、ね、行でお願いします。ではこちら、ハイサイ小柳カレンのパパです。来週、うん、沖縄に行けることになった。やったー。そして14日の金城にも行けるー。やったー。2行になりました。2行になりましたねって書いてるんだ、書いてるんだ、書いてるんだ。1秒じゃない1秒じゃないです、うん、2秒、2秒でもない、2行、2行ね、2行ね。あ、14日の土曜日。あら、14日、あっちか。うん、会えるんですね。あ、やっとカレンちゃんのパパはまだ会ってないですよね。会ってないです。あ、そっかそっか、うん、じゃあ14日お待ちしております。お待ちしております。よかった、嬉しい。待って、でも1個に気になることがあるんですよ。台風が発生してたし。そう、わかります、わかる。あれ、あれさ、週明け、あのね、私たちの10日のキャナックぐらいがすごいドンピシャだった気がするんですよ。マジです。私が見た最終情報ね、ああ、9日からなんか沖縄入り始めて、はあはあ、強風域に月曜日、うん、なんかね、ま、月火あたりが怪しいんですよ。じゃあ、まあまあ、カレンちゃんのパパが来る14日は大丈夫か。大丈夫、一応そこは大丈夫だけど、うん、あー、キャナックが怪しいのか。そう、ちょっと天気予報を注意しながらね、うん、注意しながら皆さん、うん。ではこちら、おはようございます、八王子ウチナーハーフの嫁です。あら、会えたね、前会えたね。ね、うん、あ、これはいきますよ。はい、5月から始めたカイルのスイミング検定2回目でひよこクラスから20級ヤドカリクラスへ合格。すごい。本人1回目落ちた時の落ち込みっぷり、うん、ひどかったから嬉しい。まったや。すごい。え、20級上がったってこと？え、これって、ね、うん、おそらく、うん、いや、20級上がったんではなくて20級のヤドカリクラスに、うん、あ、そういうことか。もしかしたら、まあ、21級とか23級とかそのあたりだったのかな、うん、あ、なるほどね。うんうんうん、わかる。うちもミヨンが行ってますから、スイミング。あのさ、スイミングってさ、うん、スイミングってさ、もうじゃあ、あの、これ本当に疑問なんですけど、うん、クロール、うんうん、クロールあるじゃないですか、うん、みんな息吸うじゃないですか、うん、どうやって吸ってるの？え、嘘でしょ嘘でしょ。クロールよ、クロールだよ。クロールは平泳ぎじゃないですよ、うん、クロールの話ですよ。クロールは漕ぎますよね。はい、右左、うん、右左漕ぎますね。はい、左とか右どっちでもいいけど、自分の利き手とか上げた時に、うん、はいはい、左手上げた時に顔も上向くんですよ、空見るぐらいの、うんうんうん、もうこの右は伸ばしてるよ。向かないです、向かないです、空向かないです。なんでですか？え、だって向かないです、向かないです。向く向く、いや、向かないですって
ないよ。皆さんクロールできない人がいるよこっちに。どうする？クロールできないんじゃないですよ。クロールはできます。あ、息継ぎができない。息継ぎができない。あー、これは大変だ。あー、自分もしかしてひよこ暮らすかな、まだ。そうかもしれん。カエル君に抜かれたな。カエル君教えてあげてね、ひがちゃんに息継ぎ。いや、負けへんで、負けへんで。会員番号58番、金沢の旅人どんちゃんです。どんちゃん、今日働けば明日、明後日はお休み。すいません、今週嬉しかったことはこんなことしかありませんでした。いや、頑張ったんだよ、1週間仕事。そう、素晴らしいこと言った。素晴らしいよ、うん、だから休みが楽しみなんですよ。うん、そうだよ、いや、いいですよ。うん、いいのよ、こういう風暮らしでも。いや、だって休みが一番楽しみっていいんじゃないですか。いいと思う、うん、何しようかな、今週の休み何しようかなみたいなね、感じでね。YouTube で潰さないでください、4時間を。それはあなたですよ。では、埼玉のはちみつ一家です。はい。やっとセミの鳴き声が聞こえ、うん、夏らしくなってきた。そうよね、夏。もう沖縄はもううるさい ね、うるさいぐらい鳴いてる。セミすごいですね。でもね、関東めっちゃ早かったもんね、梅雨明けるのね。今年さ、沖縄とあんま変わらなかったですよ。めっちゃ、うん、入るのはね、2週間ぐらい後だった。後ぐらい、結構後ろだったのに、開けるのはほぼ一緒っていう。え、関東3日ぐらいしか通やってなくない？ねえ、なんかそんな感覚ですよね、私たち。3日4日ですよね。3日4日だよね。あらま、いやー、これはどうなるんでしょうか。何が？なんか異常気象じゃないの？あ、でもそれちょっと怖いよね。まあまあ沖縄はね、この前の台風もあったし、大雨も、うん、まあちょっと今回宮古大変なことになってますけど。だからよ、大丈夫、宮古の皆さん、うん、石垣宮古あたりね、あの辺やばいですよね。新聞さっき見たんですよ、宮古の、うん、は、私見てない。もうね、タクシーが埋まってるの、水で。はぁ、いやー、皆さん大丈夫ですか、気をつけてくださいね。海近いから流れていきそうだけど、そういうもんじゃないんだね。うん、やっぱ降りすぎるとね、うわ、この盆地になってるところとかはね、あ、いや、たまりますからね。そうなんだ、気をつけましょうね。気をつけましょう、皆さん。ではこちら、兵庫のシーサーです、うん、シーサーさん。何これはね、うん、これもう日本中っていうか、もう世界中の人が共感するかもしれない、うん、兵庫のシーサーです。嫌な上司が転勤になった。自由だ、自由だよ。おめでとう。これは世界中の皆さんがね、共感しますよね。そうだね、これはね。あ、そうだね、これ逆に人間関係っていうのは ね、うん、そうですよね。嫌な上司にならないように皆さん気をつけましょうね。そうだ、うん、そうですよ。嫌われる方になるのはちょっと ね、うん、転勤を喜ばれる方にならないようにね。切ない。はい、今週のふくらしゃらしゃ以上です。アニメデビル、週末金曜日、皆さんのハッピーを聞いて、あなたも今日がいい日になりますように。では一旦 CM です。職人、愛媛から村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。リューティーの日賀聡と南が FM 宜野湾から2時間生放送でお届けしております。はい、朝一なんですが、ツイッターとかツイキャスとか来てくれてますか？あ、来てくれてますよ。待って待って、上の方ひーふみーさんが今連続で来てるんですけど、ウェークション爆笑、明日何時？
何何何明日のこと聞いてんの急に。じゃあ全部をさ、これ1行ずつで使わないでもらっていいですか。ユーミーさんツイッターがちょっとツイッターがすごいですねこれね。あーそっか、リハーサルの時間ってことかな。あ、そういうこと。そうだ忘れてた、あの社長に聞くの忘れてました。ひふみさん聞いときますので、うん、今日中に聞いておきますね。あ、トランチさんとか、あ、たくさん来てくれてますね。ねえ、あ、なになに、あ、コーナゼロさん今日ね来てるんですよ。そう、ギャラリーに。そう、こっちツイキャスでもおはようございますって来てくれてますが、ギャラリーにいらっしゃるんです。ムーさんもおはようござった、今日も一日雨だって。あ、雨なの。どこですか。ムーさん、あ、ムーさんとこ、うん、ムーさんとこ、おはようござった雨ね沖縄さ、うん、南さんが船に乗ってる間沖縄ずっと雨だったんですよ。だからね、私その感覚がないからさ。そう、晴れてたんですか。あっち晴れてたよ、スコール的なのはあったけど、うんうんうん、晴れてたわ今日。こっちだって、うん、ずっと雨でダムがね、うん、貯水率が 86% までなってます。マジ、うん、すごい。もうさ、あの電波も入らんからニュースとかもさ見れんわけよ。 あそっかそっか。ちょっとプチ、あの浦島太郎、あ、プチもうなんか、じゃあもう南さん情報が入ってきてない感じ。もう南さんじゃあれなんだ、今300何歳なんだ誰が年取ったよプチプチってことはどういうこと。150歳ぐらいもうちょい若いよ5日間だけの浦島太郎だから。いや浦島太郎3日経った3日で150歳とかですよ。だったっけあ、じゃあやばいね、うん、やばいですねそう、でも情報が入ってこなかったからさ。あー、そっかそっか。まさか2個目の台風がね発生してると思わんもんだから何何何って感じだったよ、うん、ほらもうあのかっちゃんが、うん、3日間戦場は無理だわ、無理だよ、でもわかるわ、降りても体が揺れてる感じするなーって、ね、そうなのよ。なんね、なんかね、飛行機に乗ってても船に乗ってる気分っていうの、ずっと揺れてる。飛行機に乗っても、飛行機って帰ってきたんだけど、あーなるほど、飛行機の上の中でもなんかさ、この船の揺れが残ってるわけ体に。うわ気持ち悪い。気分悪くはないの全然。だって飛行機でも一応酔う人はいるじゃないですか。あ、そっか。その飛行機にさらに船の酔いまでプラスされてるってこと、うんうん、そう。うわもう、いやもう自分もうダメだダメだいやもう想像しただけでもう寄ってきそう。全然ね気分悪くはならんかったわけ私全然。寝てる、寝てる時は逆に心地いいぐらい、あのゆりかご気分で。いやもうまあ自分そんなゆりかご嫌だ文句言うはずゆりかごにやめろってもうね廊下歩いてても遊んでるぐらいの、うー、まっすぐ歩けないって遊んでたんだけど、もう今現在残るっていうね。これはすごいね、うん、やっぱりこのぐらいの時間船に乗るとこうなるんだね。こうなるんだね、軸がおかしいんだねもうね。じゃああの人たちすごいね、あの、マグロの一本釣りの人たちとか、ね、相当さ、あれ船投げ出されるぐらい揺れるさ、うん、であれを1ヶ月とかでしょ、うん、うわすごいよね。ダメダメダメ、いくらマグロ好きでも無理。無理よね、うん、もう大トロとかどうでもいいものそんな脂っこいもの食わせないでくれって思っちゃうね一応このね、この数日だけでも早く陸に上がりたいと思ったよね正直いや陸に、ね、亀なの亀なんですかあなた。そうなんかもう肉が恋しくなったあ、ね、いやそうなるだろうね。ね、今日あのさっきね沖縄の人シチューご飯にかけるって話になったさ、うん、はいはい、北海道のトランチさんが、うん、シチューご飯にかけるよって。ああ北海道もやっぱりね、北海道と沖縄って似てるところがちょっとあるんですよ。そうなんだ、うん、なんだろうね、顔もちょっと濃かったりしますしね北海道の方ね。あ確かに少しね文化とか、うん、あと言葉も似てる言葉とかあったりするんですよ沖縄の方言と。へえ、何だったか忘れたけど。忘れたんかいそこ聞きたかったのに忘れたけどねそうそうそうなの。なんかいろいろ都市伝説的にあるんですよ、この北海道、ね、何だかな、どこだったかな、うん、北海道の、方が沖縄に大昔に流れ着いたとかだったかな、沖縄からだったかな、なんかねいろいろ似てる部分があるんじゃないでしょうかね。
誰ですか、またこれね、評論家みたいなの出てきたけど、はい、琉球大学の、はい、日賀です信用性がないなじゃあコーナー行きましょうか。はい、行きましょう。こちらのコーナー、リューティーのメールボックス1番。それではリューティーのメールボックス1番を覗いていきましょう。はい、本日のテーマは我が家のちょっと変なルール。変なルール、ね、このさ、シチューの件でちょっと思い出したんですよ、はい、あの我が家だけだと思うこれは。あ、聞いてみたい、そういうの。実家ね、実家の方よはい、はい、まあ、あの旦那のアーキーに君たちは変だと言われてるんですけども、そういうの、そういうのですよ、そういうのね。他の人から聞いたら変なので、これ、一つ言うと、子供の時からじゃなくて途中から我が家に起きた現象なんですけど、途中から導入した制度なんです。そうそう、導入した制度なんですけどシチューの話からつながるんですけどね、うんうん、普通はシチューの日とカレーの日って別じゃないですか。まあまあまあ、それはそれはそう、似てる、似てますもんね。似てますけど、うん、中の具は似てますけど、うん、別日ですよね。別日ですね。あ、実家前白家ですね、うん、同時に作るんですよ待って、どういう、どういうことですか同時に作るってどういうこと。あの兄弟、私4人いるんですけど、うん、長男はシチューが好きなんです。はいはい、次男はめっちゃカレーが好きなんです、うん、はあはあ、それに困ったお母さん、同時に作るようになったのどういうこと。あ、野菜を煮込むまでは一緒さ。なるほど。工程的にルー入れるときに鍋を2つに分けて、分けるのはどっちも作るわけよ。甘やかしてますよお母さん、ね、でしょ。だからうち のアーキーもよちょっと贅沢だよって言ってたけどさ、それは贅沢だな。途中から起きたんだよね、子供の時は別に。そうなんだ。そうでもなかった。気づいたらね、お母さんが発明したんだろうね両方作ればいいやと思ったんだろうね。でもね、それいい考えだな。うん、いや確かにね、確かにそれはそうだなね。え、あのね、自分、うん、牛乳がね、うん、飲めないんですよ。あら、そうなの。そうで、うん、だから牛乳系のものをあんまり好きじゃないんですよ。うん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 。でシチューって、あ、もうもちろん今は食べれますよ、うんうんうん、今は食べれるけど、昔この実家で作ってたシチューってすごい牛乳たくさん入れてたんですよ、うん、へー、そうなんだ。でなんかね、うん、だからもうすごい牛乳の香りとかがしたんですよね。あ、そんなに、うん、ちょっとしか入れないな、うち。だから、うん、あんまりねシチューは好きじゃなかったんですよ。あ、そうなんだね。なんかその制度、うん、なんていうんですか、カレーとシチュー、うん、両制度か、カーチュー制度、カーチュー制度、カーチュー制度取り入れてもらってたら、うん、うちもよかったな。そうで、私はねどっちも好きだから、うん、シチューかなカレーかなってやって、うちのお父さんお皿に両方入れるわけよそれは嫌だ。ご飯もあるでしょ半分カレー半分シチューって、それどうなってんのそれは嫌だ。どうなってんのそれってもう胃がびっくりしちゃうそれで大人になって真似してみたけど、うん、やっぱ片方ずつでいいよね片方ずつでいいよねえ、ちょっと気持ち、ちょっと気持ち悪いよねもうちょっとうちのお父さんちょっと突発的なことしちゃうので半分ずつ入れたみたいなちょっと南さんのお父さんそういうところあるよね。そう、そういうところあるちょっとね天然通り越してね特殊なんですよね特殊ね、特殊な能力をお持ちの方ですよね。そう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 なのよこれ自分ね、今の南さんの船の話の後にこのシチューとカレー出されたらもう自分もう行っちゃうね行っちゃういや、お昼前だから言えないけど電波には載せないけど、載せないでね、行っちゃうね、うん、そう、これ特殊でしょ。特殊です ね今ちょっと思い出しちゃったのよ、うん、シチューの話で。まあまあそういうのですよ、そういうのね、うんうん、やっぱり本人たちはあんまり気づいてないけど、うん、周りからするとね特殊、特殊、特殊だよねこれね贅沢。お母さんが2品作るってすごいですよ、うん、ね、うん、贅沢よね。贅沢ですよね。子供が思うために、こう子供思うために作ったんだと思うけど、私はいつもどっちでもいいよっていう人だったわけ、うんうん、でも長男はシチュー、次男はカレーでも困ったんだろうねお母さんね。ちょっ
とちょっと薄く黄色がかったシチューとかじゃダメだった。え、完全混ざってるんじゃない？ちょっとスパイシーなシチューみたいな。あー、じゃないみたいよ。あー、そうなんだ。らしいよ。そこにはたどり着かなかった。たどり着かなかった。分けたんだ。もう綺麗に真っ二つ。もうちょっと濁ったシチューとかね。逆に食べない。絶対食べない。お父さん食べるから、きっと。お父さん食べるから。食べるな。うちのお父さん食べるよ。特殊な方なのでね。うん、そうそうそう。あ、じゃあ皆さんの聞いていきましょうか。聞いていきましょう。たけちゃん、みなみちゃん、ひがちゃん、それとギャラリーの皆さん、はい、さーい、シロボーニーヤンです。お、シロボニーヤン。ゼロさんが手振ってるから。なになに、7月7日の夜は晴れにしたいからって、ニーヤンは沖縄に近づくなって。本当なのかに参加したいんだけど、雨男だから仕方ない。昨日沖縄を離れたさ。え、だから晴れたの？あー、待って、シロボニーヤン、沖縄晴れました。え、ニーヤンってそんなに雨男なの？え、こちらも特殊な能力を持ち。なんで特殊な能力を持ちで。だから7日は快晴よって。本人が言ってるから。あ、雨男こんなになんだ、効き目抜群だね。本当だね。沖縄を離れてすぐ晴れるっていうね。パッと晴れましたね。パッと晴れております。はい、そんな沖縄。我が家のちょっと変なルール、これってなんか家庭の情緒を暴露するみたいじゃない？あ、そうですね。ね、我が家では平日のお風呂に入る順番が決まってます。あー、平日のお風呂。あ、もうじゃああれかな、はい、平日なんだね。でもね、お父さんからってことかな、うんうん、行ったらハセコに怒られるかな、うん、実はハセコが翌日仕事の時の平日はハセコが先にお風呂に入る。なるほど。奥様ね。奥様ね。うん。ハセコが翌日休みの時の平日は自分が先に入らせてもらえる。なんかあの文章の書き方がさ。なんか、あ、まあ、続けようか。最後まで聞いてみようか。日曜日は翌日が祭日でなければ自分が先に入らせてもらえる。入らせてもらえるっていう。まあ、続けようか。こんな感じ。これは尻に敷かれてますね。ね、これは完全に敷かれてますね。ます。もう絨毯状態だね。お風呂に入るのがもう入らせてもらえる。あ、そうなんですね。お風呂掃除を私にさせてもらえる。もらえる。ド M、 ド M 発言になってきますけど。だからやはりハセコ権力は偉大なのかな。ちっちゃいのにねって。タケミと一緒だね。これですね、やっぱりね。あの、やっぱカカア殿下っていうのがうまくいくって言いますもんね。言いますからね、うん、それはしょうがない。まあいいことなんじゃないですか。まだね、もうまだ文章残ってるんですよ。タケちゃんはもっと小さいからもっと権力は偉大なんだろうねって。あ、まあね、身長に比例するって言いますからね。宇宙人さん、悩みがあったら聞くよって。多分たけちゃんの旦那さんに今言ったんかな。たけちゃんの旦那さんね、リューティンのね番組でも、あのお祓いのコーナーとかがあるので、そこにこの普段のね悩みをね、あの匿名で、匿名でね送ってくだされば、たけちゃんにバレたら怒られるかもしれんかな。うん、匿名でね、匿名でね、はい、送ってください。楽しみにしております。楽しみにしておりますよね。皆さんが楽しみにしております。いや、そうだね、いいですよ、ね、いいですよ。いや、面白いなこれ。やっぱほら、カカア殿下がいいんですよ。カカア殿下がいいんですよ、うん、それがまあうまくいく秘訣でしょうね。そう、旦那さんがね、優しいってことですよ、これはね。ああ、そうですね。そうですよ、素晴らしいですよ。はい、こんな感じでいいですか、ハセコさん。こんな感じでね、ハセコさんね。全然でもハセコさん、カカア殿下な雰囲気なかったけどね。あ、まあ外見はね。あ、ほんと？わかんないですよ、お家の中でどんな感じなのか。あ、お家の中では。あ、そっか。うん、なんかろうそくとムチを常に持ってるかもしれないし。似合わない。全然似合わない。ということで、白棒ニーヤンに、ハイフ
はい、ありがとうね、晴れにしてくれて白森屋、ね、もうだって帰ってきたらお帰りなさいませって言うんだよバシって言ってるかもしれない。あら怖い。それはほらお家の中だから見えないですから ね見えないからね。お風呂に入らせてもらえるだからね。あ、待って、時間がね、あ、ない時間結構過ぎちゃってますね。あ、ほんと、あら、ちょっと一旦短い CM 挟みますね。はい、はい、ちょっとあの番宣挟ませてもらってもよろしいですか。あ、いいですね。じゃあ長谷子さんの、はい、行きましょうね。何よ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 、怒られるよ。今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリ。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。ビューティーの日賀さとしと南が FM ギノワンから2時間生放送でお届けしております。それではですね、お祝いのコーナー行きましょうかね。はい、行きましょう行きましょう。こちらのコーナー、うさうさバースデこの日に生まれたから君に出会えた、その喜びをみんなでうっさうっさしようのコーナーです。今日もしくは今週お誕生日の方、はい、メールをください。ください。必ず名前はひらがなかカタカナでよろしくお願いいたします。お願いいたします。読めないんです。そうなの。はい、うん、来てますか。来てますよ。3通来てますね。では読みますね。兵庫のシーサーです。誕生日ではないのですが、はい、明日7月7日は、うん、自分たちの27回目の結婚記念日です。すごい。ついでにうっさうっさお願いします。あー、いいですね、誕生日じゃなくても。いや、いいですよ、27回目。うわー素敵ー。うわーすごいね。うん。いいね、夫婦円満ね。ね、本当ですね。もうシーサーさん の, あの奥様はね、もう面白いお話の提供者ですから。提供者提供者ですから、ね、デイジお会いしたい私。あ、シーサーさんはお会いしたけどさ、まあ、まだ会ってないんだ。会ってない、話しか聞いてないまだ。あ、そっかそっかそっか。そうそう。いや、だって27年でしょ。うん、それで2人でちゃ仲良くさ、沖縄旅行とかに来るんですよ。あ、もう素敵だわ。あ、素晴らしいですよね。うん、素晴らしい。これもやっぱうまくいく秘訣はきっとね、カカア殿下なんでしょうね。カカア殿下かな、うん、ほっとけないんじゃないかな、シーサーさん。危なっかしくて、危なっかしくて、もうね、見守っときたいんじゃないかな。もう子供と一緒だ。次いきますね。ひかちゃん、みなみちゃん、おはようございます。のりのりです。お、昨日、いつかは、みなみちゃんの下のお子ちゃま、みらちゃんの2歳の誕生日だった。そうなんですよ。そうでしたね。うちの娘の誕生日だったんですと、フェイスブックで見たので、みんなでうっそうっそしようね。あ、見てくれたんだ。ありがとうございます。そう、昨日帰ってきてすぐ誕生日会よ。夢工房にあのケーキ注文してたので。素晴らしい。もうアンパンマンが大好きなので、もう名古屋のさ、船乗る前、うん、船乗ったら電波がなくなるから、うんうん、乗る前にあの電話してから、かみつきばあちゃんに電話してから、うん、ケーキ注文していいっつって、アンパンマンのって言って注文したんです。アンパンマンの、あ、写真も撮りました。撮りました、超かわいいよ。後で見たい。後で見せようね、超美味しかった。へ、うんうん、そう、夢工房ね、いいんですよ。あの、うん、なんだろうね、絵がうまいんですよ。まず絵が超うまくて、そう、超うまくて超かわいいし、ね、フルーツもいっぱいのってめっちゃ美味しかったんですよ。あれはさ、喜ぶよ、子供は。大喜び、うん、だって大人でも喜びます。うんうん、もう子供たちもうろうそくの奪い合い。ねえ、くん、あれを初めて見て、うん、あ、ケーキ屋さんも絵心ないと大変なんだなって思った。ねえ、あれ描けないよ、どうやっても。あれ描けないですよね。あれどうやっても描けないな、私。すごい。いや、素敵だったわ、あれ。可愛かったの、超。ぜひ、ケーキは皆様、夢工房へ。夢工房で。はい。本当に。で、あ、あと1つあるんですよ。
ひげちゃん、みなみさん、たけちゃん、ビューティーファミリーの皆さん、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。ビューティーファミリー会員ナンバー7番世田谷のコーナーゼロです。今いますよ、よろしくお願いします。遊びに来てくれてます。ゼロさん、私が読んでいい？これ私が読むよ。いゼロさんが読まないでいい？いるけど、本人いるけど。さてさて、1日はマシャさんの、マシャさん、お誕生日でした。おめでとうございます。最近何してるのかね、生きてるのかな。皆さんでうっさうっさしましょう。あ、マシャさん、皆さんが心配してますよ、うん、ねえ、生きてますか、生きてますか、うん、あ、世田谷のコーラゼロさん、追伸、7日は島なあさん、あゆ太郎さんご夫婦、ひふみさん、くみちょうさんご夫婦、わくちゃんさん、さっちゃんさんご夫婦、結婚記念日ってば。みんな7日なの？あ、言ってたな、七夕に合わせたって。わ、すごい。で、兵庫のシーサーさんたちでしょ、4組だね。あ、すごい、おめでたい。あ、やっぱあれか、七夕ってその織姫彦星のあれがあるから。あ、そっか、やっぱその辺大人気なんですかね。大人気ですね、すごい。じゃあこれもね、やりましょうよ、うさうさ。ではでは、冷やみかち東北、冷やみかち九州、冷やみかち大阪。ではこの結婚記念日も入れまして、いきますか、いきましょう、うさうさ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマシャさん、私の次女ミラちゃん、そして結婚記念日、シマナーさん、あゆ太郎さんご夫婦、ひふみさん、くみちょうさんご夫婦、わくちゃんさん、さっちゃんさんご夫婦、兵庫のしーさんさんご夫婦、ハッピーバースデーとユー、ワン、ツー、スリー、ヘイ、うっさうっさうっさ、うっさうっさうっさ、おめでとう。そして生まれてきてくれてありがとう。結婚記念日おめでとう。これからも一緒に人生楽しもうね。以上、うっさうっさバースデーのコーナーでした。あ、噛みつきばあちゃんからもみなみさんに来てますよ、うん、あ、本当？メールが、あ、本当だ、昨日ありがとうねって。あ、ちょっと待ってよ、なんかまたパソコンがおかしいさ。あ、ね、昨日ありがとうね、みなみ、次女ちゃんお誕生日おめでとう。いや、ありがとうございます。じゃあ一曲お届けして番組どんどん進めていこうと思います。はい、景気よくリューティーで、ゴーゴーゴー、イエイ。空が割れて
職人愛媛から村上工業。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む聞く味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。リューティーの日傘都市と南が日本一綺麗な景色のスタジオ FM 宜野湾より12時まで生放送でお届けしております。今情報が入りまして、はい、それ読んじゃいましょうか。読んじゃいましょう。今ですね、来た情報、告知、告知、イオンマックスバリュー全店で県産品奨励月間で、うん、勝山シークワーサーロールと勝山シークワーサー、元部アセロラ、黒糖の3種のブッセ販売してますので、マックスバリュー行かれた方はぜひよろしくお願いします。って、これあれですよね、夢工房の商品。お全店ってよ。え、すごい、マックスバリュー全店。このさ、シークワーサー自分好きなんですよ、うん、ね、昨日ね、私この行ったから夢工房に、うんうん、あの期間限定でこの前までシフォンケーキのパインがあったさ。あ、ありましたね。あれがシークワーサーになってた。あー、ちょっとちょっと、もうね、シークワーサーの時期がやってきたね。やってきましたね。だからこれもね、シークワーサーロール、うん、やってるっていうから、あとアセロラ、うん、黒糖の3種のブッセ、いやー、皆さん買いに行きましょう。行きます。もう帰りに行く、帰りに行こう。もうイオンはね、いっぱいあるからね。そうですね、うん、今コーラゼロさんの携帯をお借りしてそうそう、ね、ゼロさんが途中で教えてくれて、これ借りていい借りていいって、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、じゃあ、うん、ね、2分しかないけどコーナー行こうか。はい、行きましょう。こちらのコーナー、リューティーのメールボックス2番。メールボックス2番の覗いていきましょう。はい、本日のテーマは我が家の変なルール。これね、変なルール以外のやつで来てたやつがあるんですよ。あ、そうだそうだ、明日のイベント関係なんですけど、それ言っちゃいましょうか。それ言っちゃっていいですか。告知を一つ。お、ひがちゃん、みなみ、おはようございます。あゆ太郎です。台風7号大丈夫だったかな。ね、だからね、私もわからんわけ、台風7号が台風のせいでネットで購入した品物が届かないよ。あ、台風が来なければとっくに配達されているはずなのに。そうそうそう、自分もあった。あった今回、うん。あら、さて告知を一つ。7月7日土曜日、明日ですね、ヤンバル未来会ライブが明日です。そう、楽しいライブになるでしょうね。お二人はどんな感じにするのかな。それでは最後まで頑張ってね、あゆ太郎って来ていますよ。ありがとうございます。告知挟んじゃいますね、ついでにね。明日7月7日土曜日、うん、ポケットプラザ名護、うん、名護のね、メイクマン裏の野外ステージですね。野外ステージですね。ここで第2回ヤンバル未来フェスタチャリティーライブ2018が開催されます、うんうん、はい、そこでリューティーも出演いたします。いたします。でね、雨天決行ってなってるんですけど、うん、まあね、曇りっていうは天気予報が書いてたんですけど、うん、晴れるんじゃないかなって思ってます勝手にね。うん、白棒にいやもね、沖縄を撮ったことだからねあのね、司会がミカさん、うん、で出演はリューティー、そして山川真由美さんたちもいて、うん、トリはね、ゴエクエーショー先生も出ますよ。あ、大御所が。はい、ちょっと楽しみなんですけれども。楽しみですね。開演が18時、会場17時半、うん、で前売り券がですね2300円となっております。はい、でリューティーもチケットを5枚持ってるので、うん、リューティーにも声かけてください。はい、このねチケットね、うん、短冊になってるんだよね。そう、だから皆様のなんか願い事かけ書いてから持ってきてくると、ちょっとまた七夕感がね。そう、だからこれチケット買わないと願い事叶わないですよ。あら、買わないと、これ買わないといけないな、これ。あかんにゃ、あれ、いや、この人来たなあれ、あ、待って、あと4名だ、あとからやー、あとからやー
職人、愛媛から村上工業。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。好きになってくれるかな。リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。開催2018年です。はい10時から全国へ、そして全世界へ配信中。その名もビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その2です。一応西暦言っておかないとね。だからね、どうしたのかなと急に2000この番組は明日をもっといい日にしようということで、はい、面白くないことは今日で片付けて、うん、そしていいことはみんなで喜び、明日を快適にしますという番組です。はい、そうなんです。さあ、朝一なんですけれども、うん、ね、皆さんツイッターとかツイキャスとかどんどん来てくれてますか？ね、来てくれてますね。ミッキーさん、うん、あ、ミッキーさん東京から来てくれてますね、ツイキャスで。雨の、ゆうちゃんさんとか雨の東京から、あららら、ら、あ、チケット、髪つきばあちゃんが、うん、チケットは夢工房にもあと2枚ありますよって。あ、じゃあ南部の方は、南部の方は、ね、じゃあもう夢工房の方に
お買い求めお願いしますね、はい、中部の方はあのビューティーに中部の方はリューティーにリューティーにお願いします。北部はあゆ太郎さんあゆ太郎さんですね、はい、あらみやさんもおはようございます。来てくれてます、嬉しい。あのてるきなたけみさんも来てますね。あ、来てますね。ツイキャスの音割れ気味これを見てねちょっと下げました今。ああなるほどね、はい、今割れてないかなたけみ大丈夫かな通信お待ちしております。お待ちしております。ゆうちゃんさんもおはようございますって来てくれてますね。あ、もう皆さんなんかお昼前で平日なのにありがとうございます。うん、うん、ありがとうございます。ね、嬉しい。ね、さっきねあのうっさうっさのとこで、うん、あのコーラゼロさんがね、うん、結婚記念日のお祝いのこの送ってきてくれたじゃないですか。はいはい。でひふみさんたちご夫婦のもあったんで。お結婚記念日お祝いコメントありがとうってひふみさんが、あだけど、うん、誰だった、ちゃんと仕事してたから聞けんかったってコーラゼロさんだよひふみさん、コーラゼロさんです、うんはい、コーラゼロさんにあの3000円渡してくださいねなんでおめでとうだいおめでとうだい取るのあぎじゃびよこれでは夫婦仲が良くなるからそうだねさあさあ、あそれではですね、うん、11時台皆様へ募集しているコーナーを発表してください。はい、募集しているコーナーを発表します。1、電波で打ち系、あなたのことづて受けたまわります、うん、何かと送ってください。お2、メールボックス、メールボックス、今日のテーマは我が家の変なルール、変なルール皆様のお家にないでしょうか、うん、ね、ね、あの必ず靴は靴箱に入れてからじゃないと家に入ったらダメだとか、うん、それも素敵だよ ね、もう汚なんか散らかしたのはもう本人で片付けないと、うん、もうご飯が食べれないとか、あらないいね、しつけが素晴らしいよ、まあ、しつけがね、カレーとシチューを同時に作るなんてそんな変なルールは ね、うん、そういうのでもいいです皆様のねルールちょっと聞かせてください、うん、で3、デューティージング、お祓いやお祈願ご祈願してほしいこと募集しております、はい、ね、以上この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思います。それでは懸命にコーナー名、うん、そして本文にはデューティーネームを必ず書いてメールやファックスを送ってください、はい、メールアドレスはFM ギノワンホームページの番組表、この番組表からポチッとすぐメールが送れるようになっております。はい、なっておりますよ。そしてファックスでも受け付けております。ファックス番号 098-943-0094、 おくやくしみおくしでお待ちしておりますはい、お待ちしておりますじゃ あの大事なやつを南さんにお願いしましょうかね。はい、行きたいと思います。この番組は愛媛から青函職人の村上工業、菊絵おばあから続く手作り味噌、味噌シフォンケーキも最高、誕生日ケーキも最高、畑の中の小さなお店菊味噌加工所夢工房の提供でお送りします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサーマッチョイウィンドー、 CM ソングも作りますので FM 技能までお問い合わせください。はい、それでは1曲流してからどんどん番組を進めていこうと思います。はい、久しぶりにこの曲、うん、ビューティーの曲で私の星空あなたの星空。遠い遠い未来のこと
の3曲目はリューティーの曲であなたの星空私の星空をお届けしております。週末金曜日、皆さんのお昼ご飯は何でしょうか。おいしいお昼ご飯でくんちをつけて今日もいい日になりますように。それでは11時台最初のコーナーはこちら。電波で打ち消え。沖縄の言葉で打ち消えとはお使いするという意味。このコーナーではあなたから何々様へリューティーが電波を通してことづてをするコーナーです。面と向かって言えないことはリューティーにお任せください、うん、喧嘩をして口を聞きたくない。欲しいものがあるけど言えないな、愛の告白など何でもお伝えしたいと思います。はい、来ておりますでしょうか。はい、来てますよ。では読んでいきたいと思います。ひがちゃん、みなみちゃん、全国のリューティーファミリーの皆様、おはようございます。のりのりです。のりのりさん、ラジオの向こうにいるリューティーの小さな大怪獣たけちゃんにことづてお願いします。大怪獣小さいけど大怪獣。大怪獣すごい表現だよねこれね。明日はヤンバルミライフェスタチャリティーライブだね。久々のライブだから歌詞忘れちゃうでしょ。カンペ用意した方がいいよって久々ちゃん、久々って久々のたけちゃんの歌声楽しみにしてる人も多いと思うので頑張ってねーで、たけちゃんにです。のりのりさんからも伝わってるよ絶対。あ、そうなんですよ、うん、明日7月7日のね名護のイベント、うん、大怪獣が出るんですよでもちっちゃいから探すの大変だよ皆さんね。ちょっとまあまあまあね、目凝らしてね、私が出ると思って、あの普通の目でいといたらちょっと、はい、どこにいるどこにいるってなるかもしれないから、ちょっとね目線が合わなくなります。これそう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 、みんなが思ってる目線よりかなり下です。あ、もうそう、高さが違うのでね、はい、大怪獣ですからね本当よ、もうコーラゼロさんが怪獣かってあ、タケミが暴れるぞって来てます。いや怖いですね視界に入ってくるねこれね、絶対ね。皆さん、アメフトの選手が来てるね、防具をみんなつけてから遊びに来てください。なんでぶつかられるの暴れるって、その暴れる、いや怖いですよ大怪獣ですからね火吹くぞって皆さん、消防隊員が来てるあのね防護服を着てからね遊びに来てください。それは持ってた方がいいかもしれないね、火吹くからなんて言ったって、はい、それはもう恐ろしいですからねもうみーやさんにひさびちゃんのとこ突っ込まれちゃったからひさびちゃんひさびちゃんこれさ、でもさすごいんですよね、この皆さんツイッターでね絡んできてくれてる方々ね、うん、このコメント早くない？早い。このさ、だからタイピングが早いと思うんですよ。超早いと思う。まあ、ひさびちゃってみなみさんが言った次の瞬間にはひさびちゃひさびちゃって並ぶじゃないですか。並ぶすごいなと思う。皆さんタイピングすごいんですよね。めっちゃ早い。もう打ってる間に私噛むからね、うん、そう、次の人が次の人がどんどん突っ込んでいくから、そうそう、皆さんがひちゃびちゃって書いてる時にはもう皆さんね、みなみさん次のもの噛んでるから、ね、次のもの噛んでるからね次のアイディア出してますから ね次のアイディア出してますついてきてくださいいや、いいのあ、たけみが、あい、でも動画配信と撮影は禁止だからねって。あ、そうなの？あ、そっかそっか、私知らんかったよそれ。これはあれですよ、あの大怪獣、もしかしたらね、大怪獣がね、うん、すごいことしてしまうかもしれないのでね。なるほどねもうちょっと大ニュースになる前に、ね、配信してはいけないことになるかもしれないのでね怪獣大暴れの映像になっちゃうので大暴れスキップさんが、残念、楽しみにしてたのにって。あ、そっかそっかそっかね、見に来れない方は ねそうですね、映像楽しみにしてたかもしれない、あ、うん、でもね、明日その会場で、うん、新発売するリューティーグッズもできましたので。あら、そうなんです、7月7日から、うん、物販で発売します。あら、
で、その商品なんですけど、うん、その7月7日から一応このネットでもね通販で買えるようにはなるんですが、うん、まずあのファンクラブ限定でね、うん、販売しようと思ってますので。そうなんですよ。そうなんですよ、うん、で、後日またすごい人気があったら、人気があったら一般発売もしようかなと思ってます、うん、人気があることを願います私たち、はい、願っております。願っておりますで、ミヒヤさんがさ、まさか全裸で暴れるからってあー恐ろしいですね。大怪獣やりそうねもう胸からミルク出てきちゃうから今暴れると危険だよ。すごい噴射されちゃうから、ね、あーそうなんですねそうそうそう、あママ怪獣です。ママ怪獣ですから今はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でこれのりのりさんからたけちゃんに片付け、あもう届いたんじゃないでしょうかね。届いたね、うん、あと3つあるんですよ。あ、いっちゃいましょう。いっちゃいましょう。みなみちゃん、ひがちゃん、たけちゃん、はいさーい、しろぼうにいやんです。大阪のリューティー応援隊長ピンタン1号のしんちゃんに打ち消えです。リューティーファミリーのオフ会の時テレビ電話で出ていただいてありがとうございました。やっぱりしんちゃんは偉大だわ。何喋ってるか全くわからんけど顔が見れただけで嬉しくなったさいやいや、今どこを褒めてたんですか今顔かな存在か。あ、存在か。何喋ってるか全くわからんかったけど顔が見れただけで嬉しくなったあ、じゃあもうすごい顔が良かったんだね顔もねだいぶズームだったよ。でも、うん、ドアップでしたから、ドアップでしたからねそれと北海道のじゅんちゃんにも打ち消してね。化粧を落としたところでテレビ電話をつなごうとして失礼いたしましたでも本当は湯上がりのバスローブ姿だったんじゃないの見たかったなってあ、だから電話だったんだね。なるほどね。私は、あ、そっか、そうだ、私はしんちゃんとしかね会話できてないんですけども。あ、そっか、そう、自分受話器をお借りして。受話器受話器なんか今黒電話が出てきたな。携帯ですよね。携帯も受話器っていうの。ちょっとね年齢がねこういうところにねちょっと出てきちゃうんですよ ね、バレちゃいますね、やっぱりね、うん、自分ちの電話だってあれですもん。何、耳に当てる部分を取って、まさかこの口で喋るところはもうこの機械に添え付けないやつね、うん、隣のトトロでおばあちゃんが話してる電話で自分いつも話してますから、うんうん、あら、そうなの、うん、持ち運びもね。でもあれちょっと憧れてるんですけど貸していただけます。いやー添え付けなんでね柱にそうね、これ貸し出しできないんですよね。トトロでもあれ身長足りなくて台に乗って喋ってましたもんね、うん、そうちょっとね添え付けなんですよなに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 、あ、スタンプのちょっと電話が鳴ってる。 あごめんなさいねこれねスタンプをね押す携帯がひがちゃんの普段の携帯なんですよね。でちょっと今電波が入りっぱなしということで電話がかかってきましたまあこういうハプニングもお届けする生放送でございますけども、これじゃあはい、打ち消しようかな。あ、打ち消お願いします。あ、ちょっとスタンプが、あ、スタンプ。白棒兄やんからピンタン1号のしんちゃんと北海道のじゅんちゃんに片付け、はい、伝わったと思います。うん、これはね、もう一ついきましょうね。デューティーネーム、トランチュさん、北海道のトランチュさん、いつも楽しく拝聴しております。電波で打ち消、昨日からスーパーリーグかっこダーツの全国大会のスタッフで北海道から沖縄入りしてる。あ、そうなんだ。まこっちゃんへ、沖縄暑いからガリガリにならないでね、絶対太って帰ってくるなって言ってます。今月の帯広大会に出るから現地で会いましょうね。そっか、ダーツの全国大会で北海道から沖縄にまこっちゃんっていう方が来てくれてるんですね。あら、これガリガリにならないんでねってことは、
何、体型いい感じの方もしかしていい感じの方なのかな体型いい感じの方、いい感じ、あの沖縄ね、確かにあの太陽がすごい、日差しがすごくて汗いっぱいかくんですけど、うん、その分ね蓄えちゃうの。あ、そうですね、皆さん美味しいご飯食べてさ、美味しいお酒飲んでからさ、夜遅くまでちょっとテンション上がっちゃって、いつも以上に食べ飲みするから、あーねー、体重増えて帰る方多いかもね多いと思うな、痩せきれんと思うな、これこれはそうなる、そうなると思う、うんうん、そうか、じゃあこのまこちゃん聞いてくれてるのかな、トランチさんね、トランチさんはいつもツイキャスでも参加してくれてるんですけど、じゃあ電波を通して北海道のトランチュさんから北海道のトランチュさんから、北海道から沖縄に来てくれてるまこちゃんへ、片付け、あーもう届きましたよ、ふとらんでねあ、以上ですかね、以上ですね、それではじゃあ一旦 CM 挟んでもいいですか、はい、それでは一旦 CM です。職人愛媛から村上工業、君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを、リューティーのメールボックス3番、それではリューティーのメールボックス3番を覗いていきましょう。はい、本日のテーマは我が家の変なルール。変なルール、うん、聞かせてください、聞かせてください。じゃあ早速いいですか。うん、あら、これは先ほど白棒兄やんから、うん、ね、メールが来てましたが、はい、こちらリューティーネーム、えんこさん、えんこさん、ひがちゃん、みなみちゃん、おはようございます。おはようございます。メールボックスのテーマ、我が家のちょっと変なルール。うん、さあ、えんこさんはなんて言うんでしょうかお父さんに何か教えてもらうときは、うん、弟子入りしなければならないです。白棒兄やんにってこと？そうそうそう、一旦弟子入りをしないと教えてもらえないってこと何か教えてもらうときはねそれ変だわ。例えば、うん、子供が僕お父さんにスパゲッティの作り方教えてと言ってきた場合、うん、まずマッサージをしなさい、あらま、その後掃除などをして、うん、弟子の仕事をこなしてから教えてやるって言いますが、うん、めんどくさいってなって終わりです、うん、あ、結局終わらないんだ。そう、そりゃそうだ、そりゃそうだな。いつも子供や奥さんに何か教えてって言われるとこれをやるので、めんどくさいお父さんになってますではまたや、言われてるよ白棒にいやこれはね、うん、ちょっと面白いけどね、面白いけどねいいね、いいね、いいんじゃないの、面白いけどね。やっぱあれですよ、ね、何かこの報酬をいただかないと、うんうん、そうだよね。でもこっちちょっと本当に弟子入りする前にもうめんどくさくなって、もういいよ教わらんってなるかもしれん、まあ、そこでほらこのやっぱり、うん、なんていうんですか、この対価を得てっていうことを覚えるんですよ。あ、なるほどね、うん、子供はね、確かにね、ただでは教えてもらえないぞと。ただでは、でもね、まあツイキャスで梅エイトさんがね、交換条件めんどくさいねって言えてる教わるだけでとりあえずね、あの頭を使うさ、いろいろね、使いますよね、教えてくださいって言うから、この新しいことを頭に入れるわけだから、うんうん、その前にいろいろ出されたらちょっとってなるんだろうねいや、なりますよね、子供たちもね、うん、以上、これいいなってすごい思いましたけど、ね、自分がやられたらちょっと嫌だね、外から見てたらすごい面白いって思うけどね、ね、
いやもういいよってなりますもんね、うん、お父さんはただあれじゃない、とりあえず白棒にはとりあえず一回マッサージをされたいだけじゃない。あ、そうですよね。もうだって自分だったらなんかスパゲッティの作り方教えてっつって、うん、そういうこと言われたら、いやいや別にもう買えばいいし、うん、400円ぐらいで買えばいいしと思っちゃったら。悪い息子だなこれは。はい、言われてますよ白棒に。あ、言われてますよ。えんこさんのこれは変なルールですよ。これ変だね、確かに確かにね。これはでもいいな、こういう何かしらこの家庭の中のね、うん、秘密のルールがあるんですよ、ね、うん、でもなんかあれだよね、この家族のこれになる、なんていうの、スキンシップにもなるさ。あ、いいと思う。だからそれに関してはすごくいいと思う。そうですよ、あの、ね、そういう条件つけないときっとね、お父さんマッサージされないんだろうね、きっとね。何かしら条件がないとね、うん、あのお父さん無視されますからね。お父さんという存在はね、存在がね、うん、切ない、うん、いないようなもんっていうこともありますからね。切ない。家庭によってはね。ね、家庭によっては本当にあるので。いやいや、家庭によってはね、だからいいと思いますよ、何かしら条件をつけてね、うん、うん、本当よ。コミュニケーションね、コミュニケーション、そうです、言えてます、言えた言えた、 OK。 はい、ありがとうございます。もう一通、あ、いけるかな、いける、あと、これ、ね、うん、あと一通だけ行こうかな、はい、行きましょうか。ひがちゃん、みなみさん、そしてリューティーファミリーの皆さん、おはようございます。兵庫のシーサーです。今日のテーマ、我が家のちょっと変なルールということですが、別に我が家は変なルールはありません、至って普通ですと自分で思っているだけかもしれません。いや、私読みながら絶対兵庫のシーサーたち、いつ至って普通ではなさそうだなって。いや、絶対あると思う、絶対あると思うよ。ね、気づいてないだけですよ。気づいてないだけだと思うな。あの二人はあるね。あの二人はあるよ、うん、だって他から見るとかなり変なことをしていたりしてって言ってるけど、絶対なんかある、絶対なんかありますよ。南さんも気がつかなかったですもんね、うん、このカレーとシチューのやつはね。そうそうそう、今ふとね、あのシチューの話になって、あ、そういえばって思ったから、うん、そうそう、何かしらね絶対あると思いますよ、うん、だって私中学校の時に本当にうちの家族って変だなと思ったんで、うん、お父さんお母さんって呼んでないんですよ、実は。ダディもっとふざけてます。まだ、もっとふざけてます。ヒント、あ、お母さんのヒント、カッピーです。え、カッピー、ヒントっていうかもう教えちゃった、カッピーです。カッピー、お母さんカッピー。自分も今ヒントでカッピーって言われてびっくりしちゃった。もうカッピーだよね。じゃあお父さんは何だと思います？お母さんカッピーなんです。お母さんがカッピーでしょ、うん、その語源は何から来てるんですか？お母さんのカです。母さんのカ。あ、母さんのカ。そしたらじゃあお父さんでしょ、うん、お父さんでも、もうめっちゃ簡単だね。あ、ダッピーなんてダディの方取ったんだよ。父さんから取ってよ。トッピー、そうそうそう。え、カッピー、トッピーって呼んでるの？呼んでて、で、あの、これ中学生から始めたんですよ。だからうちの友達とかみんなトッピーカッピーって呼んでくれる。え、じゃあお父さんが夜なんかお酒飲んでたら、うん、トッピーがホッピー飲んでるとか言う。トッピーホッピーって言うんですか？言いたいけどトッピーホッピー飲まないわけよ。トッピーホッピーナウとか言うんですか？ちょっと言いたいけどうちのトッピーホッピー飲まないのよ。お酒飲まないのよ。あ、そうなんだ。そう、ひたすらギャグ言ってるか歌ってるか。ひたすらギャグ言ってるの。普段本当にね、普段ギャグくらいかな。ものを言わないわけよね。うーんって人なし、うーんって言うけど、ギャグ聞いてほしいときだけ声がでかくはっきり言う。もうね、カナグスクのマスターと同じ症状。同じ、そうそう。でマスターはね、ちょっとうちのお父さんと似てるから絡み方分かってんのよ、私。もうね、一回ギャグを言うじゃないですか、カナグスクのマスター、うん、で、こっちの反応が薄いと、うん、もう一回練り直して、もう一回来るからね。ちょっと言い方が悪かったって捉えるのか、うん、一回ね、一回距離置いて、もう一回言いに来るからね。しかも別に内容全然変わってないんですよ。何も変わってないよね。その内容に笑ってないことに気づいていない。気づいてない。ただ伝わってないって思ってるだけだから、マスターは。言い方、うん、これを直してもう一回そう。
そこも一緒よね、うちのお父さんとね。あ、そうなんですね。もうドヤ顔でこっち目で訴えてくるから、あ、なんか言ったの今、でもギャグ言ったのってなる感じのね。あ、今ひふみさんがツイッターで、うん、トッピーホッピーときたら次はサッピーだな。あ、サッピーだな。あ、サッピーさんね。そう、ピーつけていこう、みんな。サッピーさんの番組にもゲストで出してもらいましょうよ。あ、行きたい、ね、ちょっと夜なんですけど、うん、南さんは南部の方だから近いんじゃないかな。そうだね、うん、逆にね、行きやすいかも、こっちより近いかもしれない、ね、そうですね、うん、あ、まあ、時間があったらちょっとサッピーさんに聞いてみようね。行きたいな、サッピーさん。はーい、ではでは、あ、兵庫のシーサーさんに。では一旦短い CM です。リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリン。今日はいい日、明日はもっといい日、その2。リューティーの日賀さとしと南がパソコンやスマホなら全国で聞ける FM ギノワンから生放送でお届けしております。それでは、あ、あのコーナー行っちゃってもいいですか。あ、行っちゃいましょうか。ではでは、こちらのコーナー、リューティージングル1日1名様限定。このコーナーではあなたをお祓いして清め、今日を快適にします。毎週ですね、リューティー神宮の方から南宮司さんお越しいただいて、生でね、皆さんのメールを読みながら、そのメールからこの受けたこのね、いろいろな、なんて言うんでしょうね、怨念だとかそういうものが見えるんです。それをお祓いしてもらったり、ご祈願もできますので、パワーの持ち主ですのでね、お願いしておりますよ。お呼びしてもよろしいでしょうか。それでは、南宮司。おはようございます、南宮司。おはよう。今日は久しぶりに晴れ間がね、沖縄見えておりますが、はい、これはあれですか、宮司のこのご祈願によって晴れたということでしょうか。うん、そうじゃない、今日の天気は白坊にいやんという方がちょっと沖縄から離れたということで、うん、私の力は明日発揮されるであろう。あ、7月7日イベントがあるので、ぜひ晴れさせていただきたいんですよ。ね、このご祈願をいただいておいたから、ちょっと早めのうちにな。はい、お願いします。祈願しておこう。さあ、今日はですね、うん、リューティージングのコーナー、メールが来てるかな。聞いたところによるとないそうじゃな。あ、本当ですか。はい、じゃあ、うん、じゃあもう本当に明日イベントがあるので、うん、それのなんか晴れと大成功のご祈願お願いしようかなと。そうじゃな、させていただこう。いいんですか。はい。あ、待ってくださいよ、ちょっとさっきの告知のメールがちょうど届いてるのがあるので、おう、一個読んでいいですか。読んでくだされ。噛みつきばあちゃんです。うん、夢工房の商品がイオンマックスバリュー全店で販売しております。もう商品は勝山シークワーサーロールと3種のブッセ。ブッセのお味は勝山シークワーサーと元部アセロラ、そして黒糖です。あげ、誰が告知してる。先ほどね、コーラゼロさんも告知してくれたんですが、うん、素敵じゃな、このね、新しい新商品、うん、イオンマックスバリュー全店で販売してるので、うん、これのじゃあ大成功もちょっとご祈願お願いしてもいいですか。わかりました。これ美味しいしね、ケーキなので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひ私も食べたいの。あ、
そうですね、うん、じゃあですね、ここ一番近いのはイオンだからライカムか。お、うん、大きい場所じゃな、ね、ライカムにもあるのかな、うん、あ、ミーヤさんっていう方が全国でとおっしゃっておる。あ、ごめんなさい、全店で、全店、沖縄の全店でですね、沖縄の方じゃな、はい、販売しております、うん、でも、ホームページとかもあるのでぜひ見てみてください、うんうん、夢工房で検索してみてください。じゃあご祈願お願いします。はい、させていただこう。アマンカイウチティゲー。これでもう厄払いはできたので、明日とかも大丈夫でございます。はい、もうこれじゃあケーキも大成功ですね。はい、はい、では一曲挟みたいと思います。あ、こんな曲どうでしょうか。ビューティーで、うん、ゴーサーマール。ゴーサーマール、ゴーサーマール、愛媛から村上工業。
君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。明日はもっといい日、その2。リューティーの日賀さとしと南が日本一綺麗な景色のスタジオ FM 宜野湾より12時まで生放送でお届けしております。お届けしております。あ、ツイッターとかまた来てくれてますか？このね、梅エイトさんがね、お祓いしたから、はい、南宮司がやったぜお祓い大成功って来てるんですよ。いや、梅エイトさんのお祓いはしてないけどね。なんかしかもこのこんなテンションで来る人初めてじゃないですか。ね、やったぜみたいな。梅エイトさん、なんかあのお祓いごとないですか？ねえ、ぜひメール送ってください。送ってください。さっきまではさ、うん、きっと初めてこのリューティーの番組聞いてくれたんでしょうね、うん、何お祓いみたいな書いてくれたんですよ、うんうん、ツイキャスで。何お祓いみたいなのも、なんか何すんのみたいな感じだったけど、お祓いした後、イエーイやったぜー。え、梅エイトさんのお祓いしてみたいな、何かないですか？何かない、何かない。面白いなぁ。ぜひ、このコーナーはね、うん、第1週目、うん、1週目にリューティー神宮のコーナーあるので、あるので、ちょっと考えておいてくださいね。1ヶ月練っておいてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあコーナー行きましょうかね。はい、行きましょう。こちらのコーナー、コーナービューティーのメールボックス4番。それではリューティーのメールボックス4番を覗いていきましょう。はい、今日のテーマは我が家の変なルール。我が家の変なルールですね。はい、ではメール来てますので読みたいと思います。お願いします。はい、さーい、ひがちゃん、みなみちゃん、リューティーネーム下関のしんちゃんです。下関 の脳が抜けちゃうね、いつもね。下関のしもちゃんです。下関地方、大雨半端ないって。あ、なんかさ、すごいことになってましたよ。だからよ、宮古島もそうだけど、うん、本州の方もね。ねえ、あれは台風7号の影響なのかな。多分そうだよ。沖縄を通り、ね、通り過ぎていった台風、通り過ぎてって多分位置的にそうだよね。ですよね。うん、北海道まですごいでしょ今大雨。とんでもないことになってますよね。ねえ、もう交通機関が麻痺しているため、うん、今日は会社を休みにしたから聞いてるよ。あ、やっぱそのぐらいなんだ。やばい。え、怖い。大丈夫、皆さんもう気をつけてよ。なんかね、なんか、うん、すぐ電車系は止まっちゃうでしょ、冠水とかすると、ね、もうなんかさ、このバカにできんよね、台風じゃない、イエーイじゃなくて、もう、うん、大雨でも本当に危険だよ ね。あ、待って、みーやさん、うん、雨やばいっす。滋賀県全部電車止まってるって。マジで？あ、そんなになんだね。全部？うわ大変だわ。いや、やっぱね、異常気象じゃない？いやー、大変だ。異常気象、危機症だと思う。異常気象。だって宮古島に昨日降ってたやつも、うん、観測史上何回かしかないぐらいのものすごい大雨だったらしいですよ。うっそー、うん、ひふみさんもツイッターで、小葉ゆいの、うん、宮古の友達の車が水没したってよ、うん、小葉ゆいって、アナウンサー、ラジオ沖縄のアナウンサーさん、もう今ちょっと退職してるんですけど、うんうん、小橋川由衣子さんね。ああ、省略したんだ。退職してないよ、小葉ゆい。あ、小橋川由衣さんの、うん、そうなんですよ。産休だったかな。あ、そうなんだ、うん、いや、すごい。え、この間も滋賀県竜巻来てました。来たしね。竜巻？竜巻モデル。雨もすごい。いや、なんか今年怖いね。怖いな。なんか台風もさ、うん、早くない？来るペース。早い早い、連続してきてるから。早いよ。いやね、もう本当にね、最近は、うん、台風って沖縄に来るもんだったけど、全部本州なっちゃったじゃんね。逆に沖縄の方がそれることが多くなりましたよね。それることが多くなってもね、昨日さ、昨日この
帰ってきながら、うん、あの名古屋港からこの中部国際空港まで電車乗りながらこう景色を眺めて、うわ家がやっぱり県外の家だよなって思いながらこうね眺めてたけど、台風来たらやばそうなお家がたくさんありましてなんか木造が多いじゃないですか県外のお家って。あそこは木造だからね。沖縄はもう昔から台風来るよって言われたから、もうセメントね作りなんですよみんな。そうそう、頑丈に作られてるんで、うん、結構台風来ても家が壊れるってなかなかないんですよ ね。なかなかね、窓が割れたりはしょうがないですけど、うん、フェンスとかが壊れたりはあるけど、うん、家が壊れるっていうのはなかなかね、うん、ないよね。屋根が飛ぶとかないさ。ないない。屋根飛びそうなお家があったので、もうなんか、うん、いやもう皆さん気をつけてと思って本当に心底思った。私本当にね、うん、あの辺はねちょっと気をつけないといけないですよね。うん、ほんとよ。いや、何梅さんがさ、うん、7月7から7月9日が薬日らしいですって。うん、薬日薬日、あ、そうなんだ。え、そういうの、あの対案とかそういう流れのやつね。え、そうなの。じゃあみんな気をつけようよ。789、台風が近づいてくるときさおばさん、なになに出てた、近所のおばさんと話してる感じでした気をつけないといけないさ台風来るときさあんたもこのあんたっていうのは台風に向かって言ってますからね。そうでも本当に気をつけていこうよ。すごいね、あのね、うん、地球のね、うん、地軸っていうんですか、うん、がね、地軸、この地球がこう回ってるじゃないですか、回転してるじゃないですか。はいはい、回ってますね。でこの真ん中があるでしょ、うん、このなんていうんですか、軸になって回ってるんですけど、ちょうど真ん中ですよ、この、コマでいう、うん、この回すところ、はいはいはい、棒のところね、はい、棒のところ、はい、あそこがちょっとどんどんずれてるんだって。えー、嘘。ちょっとずつ動くんだって。それはもう何万年とかをかけてね。うん、だけど今は本当にどこだったかな、その、インディアンとかさ、うんうん、なんかそういうちゃんと自然を大事にして暮らしてる人たちがいるじゃないですか、うん、はいはいはい、あの人たちが、ね、自分たちが子供の時と太陽が昇る場所がもう違ってるよって言ってるんだって。マジで。だからほら、そっか、敏感なんだもん、そういう位置とかにね、うん、だから台風がね、うん、沖縄をそれることが多くなったのもきっともしかしたらそのズレが原因ってことも考えられなくはないですよね。なるほど、うん、じゃあそのせいで私今ずっと船に揺られてる感じするの。それはね、うん、船に乗ったからじゃないあ、それはそっちかいや、まだ揺れてるんですよそれはね、船に乗ったからじゃないかなそういうこと、うん、1日経ったけど治らないもんあ、これはね、長く乗ったからじゃないかな。あ、そういうことか、うん、これね、ちょっと地軸とは全然関係ないような気がするんだけどな。いや、でも分かんないからね、うん、何が原因かは分かんないけども、分かんないけど、うん、地球のせいではないの？どうなんだろうね。だからこの波の揺れっていうのを、うん、やっぱり地球と捉えると地球のせいではあるんだけれども、でもそれそこに、借り出していたのは南さんだから、まあ、南さんのせいではあるんだけれども結局ね、別にこれが地軸のせいではなくて、うんうんうん、波の揺れだから、うん、まあ台風のせいかな。あ、台風のせいだよ皆さん、うん、こんな感じでいいですか。あ、こんな感じ一応聞きながら、あ、まだ続くんだと思ごめんなさい、長いなと思いながら自分もね、終われなくなっちゃったなって途中で思っちゃったあ、待って、北海道のトランチさんが、うん、北海道は川が決裂したり、あ、決壊したり、あ、決壊っていうのこれ決裂って、決裂漢字を買って適当に読むとこうなるよね。なんか怖いよね、決裂って怖いよね、なんかね結界ね、もう全てがもうなんか切り裂かれた感じよね、決裂ってね漢字をね適当に読むとこうなるんですよねね、方面って読むのこれは、方面が崩れたよ、方面、あ、方面なのかなね。へえ、あ、スエちゃんまだ揺れているのは地震じゃないのって。あ、じゃあそういうことにしとこう。違うんですよスエちゃん、沖縄から放送中でね今、うん、沖縄別に大きな地震は来てないので、来てないよ。でこの
前まで、5日間ぐらいね船にずっと乗ってたみたいなんですね。そう、クルーズ船でね、南さんが、そのせいだと思うんですよね。ただ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 ね、揺れてんの本当に、ちょっと皆さんに体験していただきたい、揺れてんのよずっと私。脳がね揺れてるんですよ、ね、脳が揺れてんだろうね。だからちょっとね今日噛むんですよ。あーでもなんかよく考えてみたらいつもよりあの噛んでるの少ない気がする。マジっすか、うん、揺れてる方がいいかも。揺れてた方がいいんだ。なんちゅう真実。いつもより噛んでない。ありがとうございます。 ありがとうございます。何さんでしたっけ、どれだった。下関のしもちゃんよ。下関のしもちゃんに、ありがとうございます。ねえねえ、これね、方面だと思ったけどのり面だって。のり面ね。漢字さってトランチさんが、あ、そうか、ね、ゼロさんもすぐさまにね、のり面って載せてるからね。全く読めない。でもね、のり面の意味がわからんわけよ。のり面って何ですか、のり面って何ですか。あ、手で、ゼロさんが手で教えてくれる。なるほど、あの、わからん、川でいうこの側面っていうんですか、こういうやつ、こういうやつっていう。あ、川が決壊しないように、川のこのあの間にあるやつ、町に入る前にあるこういう壁。笑ってる。壁と町の間のやつね。あ、壁となんて言ったの。あ、なんていう、ここあれでしょ、決壊しないようにこうあの作られてるやつか。土手とかによくあるやつ、こういう斜めの、なんていうの、ゼロさんめっちゃ笑ってる。坂みたいなやつですよね、きっとね。あれ、のり面っていうの。あれ、のり面っていうんだ。初めて知ったよ。あー、もう自分は全然それわかんないな、のり面っていうんだね。言葉も分かってないから漢字も読めないよね、うん、初めて聞いた言葉だって自分、私ものりしろぐらいしか聞いたことない。あ、なんかさ、時間もねちょっと少なくなってきたんですが、本当だ、一個告知挟みましょうかね。そう、告知、あのね、あのあゆ太郎さん、そう、あゆ太郎さん、先ほども一通いただいて読んだんですけど、あれがね4日に来たやつで、今度は昨日また送ってきてくれてるのがあって読みますね。ひがちゃん、みなみ、おはようございます。あゆ太郎です。また台風が来そうだね。二人のパワーでどうにかならないかな。植木の手入れをしたいんだけど、で、そのために。頑張ろう頑張ろう、植木のために頑張ります、頑張ります、うん、さて、明日は名護でチャリティーライブだよね。明日は3人のパワーで雨を降らさないでね。あら、どんな歌を歌ってくれるのか楽しみだよ。なんかヒントちょうだい。ヒント、ちょっと3人っていうね、これ3人っていうワードが今ちょっと出ちゃっておりますが、うん、まあラジオも後半だしね。そうだね、もういいんじゃないでしょうか、明日だしね。あ、言っちゃおうか。あどうしよう、あっていう反応を聞いて楽しみにしてもらって。歌う曲のヒントはね、うん、言っちゃう、言っちゃいますか、言っちゃいますか。あのね、うん、これ実はね、リューティー完全プロデュース…あ、いや、やめてこ、やめてこ、やめてこか、やめてこか。ファンクラブの方々は知ってるやつがね、そうそうそう、うん、今は言えないんですけれども、まあ、明日来たら分かるんだけどね、新しいね、曲があるんですよ、うん。待って、ツイッターでひふみさん3人目って俺。違う、またすかさず入ってくるんだから。これを言うの分かってたぐらいのスピードで入ってきましたよね。本当よ。いや、なんかね、秘密の、うん、まだ秘密の言えない曲があるんですよ、うん、そうなのよ。でもこれはもう夏、真夏にも聴いてほしい曲なんですよね。ねー、本当よ、皆さんで盛り上がれる、いい感じの曲が実はね、これの準備とかで今リューティーパタパタしてたりするんですけど、そう、まあ、明日2人なのか3人なのかはこれはもう来てみないと分かんないじゃないですか、まあ、3人目はひふみさんかもしれないし。花本持って、花本持ってね。あ、どっちかは分かりませんけどね、分かんないけど、まあ3人なのか2人なのか4人なのかね、4人なのか、これ楽しみにしていただきたいなと思います、うん、じゃあもうあゆ太郎さんがね、それでは最後まで頑張ってねっていう、もうその最後に来ちゃったんですけども、結びね今日ね、もうついでにこの告知しちゃいますね。お願いします。第2回ヤンバル未来フェスタチャリティーライブ2018、うん、明日7月7日土曜日、ポケットプラザ名護、
名護のメイクマン裏の野外ステージですね、はい、開演18時、そして会場が、会場が17時半で開演が18時か、うん、でそうだ、前売り券が2300円、うん、で前売り券リューティーも持ってますので、持ってます、夢工房にもあります、そう、お声かけください。はい、で雨天決行ってなってるんですけども、うんうん、雨マークはついてないので、うん、多分大丈夫じゃないかなと思っております。そう、大丈夫だと思うよ、はい、出演はですねリューティーももちろん出ますが、うん、山川真由美さん、島田少女天、ゆうゆうシスターズさんですね、うん、あと五重クエーションさんとか、はい、あ、楽しみだな。たくさんそうそうたるメンバーが出ますので、うん、楽しみにしてください、はい、で1個ね、もう1個あるんですよ実は。そう、あるのよ本当はね。この7月7日どうしても行けないっていう方、はい、10日にも名護でライブがあります。そう、第7回キャナク音楽祭、うん、7月10日火曜日、本部町のコテージキャナックですね。そう、いいとこよね。会場が17時、開演が18時、うん、入場無料、こちらは入場無料となっております、うん、ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。ちょっとね、10日に関しては台風が少し心配なのかな。そうだね、うん、これはもうね、天気予報を見ながら、天気予報を見ながらね、その台風の情報を見ながら何か、変わったことがあったらデューティーのブログにね、うん、Facebook に告知していきますので、はい、その辺もちょっとご確認よろしくお願いします。お願いいたします、はい、このキャナコ音楽祭は南さんと一緒に出演します。はい、はい、こんな感じですかね。盛り上げていきますからね、うん、あ、お腹すきましたね。お腹すいたな。みんなさん今日何食べてんのかな。自分はね、うん、いいのもらったんですよ。待って、私ももらったし、あー、コーラゼロさんに東京バナナ、イエーイ。ひがちゃんはね5個ぐらいのやつだけど、私家族が多いから大きい箱でもらった、いいでしょう。でも一人で食べる数は自分の方が多いはずよ。あ、そうだった。私はそうだった、いつもあんまり当たらないんだった。さあ、今日も皆さんたくさんのメールありがとうございます。ありがとうございます。美味しいお昼ご飯でくんちつけてくださいね。うん、つけてね、はい、もうね、いっぱい週末楽しみましょう。イエスイエスイエス。はい、ちょっと絶対明日絶対来た方がいい、うんうん、そうよ、いろんなことが起こるよ。そうだよ、絶対来た方がいいと思う、楽しいよ。それではいつものあれ行きましょうか。はい、皆さんでやりましょう。ではラジオの前の皆様も一緒にお願いします。はい、せーの、今日はいい日、明日はもっといい日。お相手は南と日がさとしてお届けしました。では来週金曜日にまたやー、バイバイ。超綺麗に終わった。綺麗に終わった。